車で行こうです。今日は三菱ふそうの喜連川研究所にお邪魔してます。普段何気なく接しているトラックやバス、実は安全や環境といった面では乗用車を超える最新技術がふんだんに盛り込まれているんです。今回はフルモデルチェンジしたばかりの小型トラックキャンターの試乗などを通して三菱ふそうの最新技術に迫っていきたいと思います。楽しみだね。いや、このテストコース走れるんですよね、楽しみですよね。そして今回は日本の車を盛り上げる特別企画の詳細も発表します。最後までお見逃しなく。はい、それでは参りましょう。岡崎五郎の車で行こう。五郎岡崎トモコン富士島エンジン for the life。 この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。五郎さん、今回は番組として初めてトラックを特集するんですよね。そうなんだよね。普段は華やかな乗用車にばかり目が行きがちなんですけれども、実はトラックの世界に押し寄せている、技術革新の波、これはね、乗用車以上のものなのかもしれない。特にディーゼルエンジンの燃費向上、そして排気ガスのクリーン化、この進化には注目すべきものがあります。私、幼い頃に父親が運転するトラックの助手席に乗せてもらって街中を走り回った記憶があるんですけれども、トラックって社会生活を支える車なんですよね。様々な場面で使われるだけに、その進化を知っておくことってとっても重要なんですよね。そうですね。そんなわけで今回は三菱ふそうの車たちにスポットを当てるわけなんですけれども、まず押さえておきたいのが排気ガスをクリーンにするシステム、ブルーテックです。ディーゼルエンジンの排気ガスで問題となるのが PM と NOX の処理です。ブルーテックではアドブルーと呼ばれる尿素水を排気ガスに噴射し、 NOX を無害な水と窒素に分解します。このブルーテックによって世界で最も厳しいと言われる日本のポスト新長期規制をクリア。他の方式と比べると燃費がいいことから、三菱ふそうでは大型から小型の全てのカテゴリーで採用しています。このブルーテックは11月にフルモデルチェンジをしたキャンターにも使われているんですよね。そうですね。キャンターは三菱ふそうの中では最も小さいトラックになるわけなんですが、それだけにコンビニの配送であるとか、引っ越しとかね、一番身近に使われている車なんですね。そして今回の新型は国産の小型トラックとしては初めてブルーテックを採用したほか、トラックでは世界初となる DCT この搭載するなど、実に大胆なモデルチェンジをしています。まさに最新のトラックというわけなんですね。このブルーテックといえば、例えば欧州の高級車、メルセデスベンツの E350 ブルーテックなどにも採用されている技術ですよね。そういう最新の技術を身につけた新型キャンター、一体どんな走りを見せてくれるのか、今回は市街地とテストコースで、この新型キャンター走ってきました。試乗 VTR ご覧ください。11月11日、東京ビッグサイトで新型キャンターの発表会が行われ、多くの参加者でにぎわいました。今回で8代目となったキャンターは、ダイムラートラック部門の戦略車種として日本のみならず世界各地で販売されます。それだけに数々の新しいメカが採用されています。エンジンはフィアットパワートレインテクノロジーと共同開発した3リッターターボディーゼル、コモンレールによる高圧噴射で低燃費とリニアな加速を実現しています。トランスミッションはトラックとして世界初となる6速 DCT、 効率の良さとスムーズな変速で低燃費とイージードライブに貢献、燃費運転をさらに支援するエコモードもついています。そして小型トラックとしては国内初となるブルーテックを採用、日本のポスト新長期規制をクリアした上でさらなる低燃費を実現しています。
見どころいっぱいの新型キャンター。まずは市街地で試してみました。エンジン for the life。 今フルモデルチェンジした新型キャンター、一般道で試乗しています。まあ、この車トラックなんですけれども、まあ、僕が持っている中型免許で乗れるサイズ、もちろんそういうことなんですが、こうして乗っていて本当に運転しやすいなというのが第一印象ですね。これトランスミッションリオニックという6速の DCT 搭載しているんですが、本当にこれ普通の AT と何ら変わらないような感じで乗れるよね。そうなんですよね。すごくつながり感が滑らかな感じがしますし、うん、あとなんかディーゼルならではなんですかね、このトルク感、うん、なんか一緒に乗っていてすごい乗り心地いいですよね。そうだね、前後にこう、うん、嫌な感じがない、うん、今走ってるのちなみに1200回転ぐらいエンジンの回転数なんだけれども、この辺りのトルクもすごくしっかり出てるし、こういうふうにここからぐーっとアクセルを踏み込んでいった時の加速感、それからちょっとそのシフトアップする時とかシフトダウンする時とかのこのシフトのショック、これが全くないじゃない。確かに、うん、でこれよく聞いてると煽ってますよね、シフトダウンする時に。そうそう、シフトダウンの時に回転数合わせるから、それでまたシフトダウンがより滑らかにできてるということなんだよね。あとは極低速、例えば車庫入れとか、それからまあ発進とか、そういったところでの動き、もちろんその坂道発進なんかも含めて、なんらこれは気をドライバーに使わせないよね。あとはこのサイドウィンドウ、ここがすごく下まで広がっていて、まあ、この速報視界もいいし、結構これは取り回しっていう意味でもよくできてるよね。そうなんですよね、うん、これね本当にね、もう僕はちょっとこう目から鱗が落ちたんだけど、トラックがやっぱりその経済性とかっていうことだけを見てるのかと思ってたら、いやいやそんなことはなくて、運転してみるとすごくこれはね楽しい、うん、でまあ、このぐらいのその運転の楽しさがあってこそ、やっぱり毎日毎日ずっと使っていくと、まあ、ドライバーの人もね愛着を持てるんだろうし、それからより安全に運転するっていう、まあ、気持ちも起こってくるんだろうね。そうですね、うん、高速周回路に入ってきました、うん、95キロぐらいで走ってるんですけど、うん、トルクがフラットで、すごくスムーズにこう待っていればしっかりと車速が伸びていくような感覚ですよね、うん、なんか0から100キロまでの加速、わりかしあっという間って感じだよね。そうなんですよね、うん、でもこの感じだったら東京から大阪みたいな、そういう長距離ドライブも結構これ快適に過ごせそうじゃない。そうですよね、うん、やっぱり視界がいい分すごく気持ちがいいですね、乗っていて、うん、じゃあ60キロで今走ってるんですが、うん、ここからアクセル踏み込んでみたいと思います。あ、うん、あじわじわと力を出し始めていますね。結構加速するね。あ、加速してきますね、うん、あなんか回転が上がるごとに結構気持ちよく力が増してくる感じありますね、うん、これトルク特性としてはものすごくフラットだから、直線的にスーッと綺麗に伸びていく感じがするよね、うん、だからこう気持ちよさにつながるんですかね、うん、なんか トラックでもこうしたフィーリングが味わえるって私なんだかすごく嬉しいです、うん、だから僕は例えばこれ仕事で運転していたとすると快適だしクリーンだしね、そういう意味ですごく気持ちがね穏やかな感じになって、まあ、そうなると運転なんかも優しい感じになるんじゃないかな。そうですね、うん、新型キャンターエンジンの伸びも気持ちいいんですが、うん、本当にコントローラブルで扱いやすかったんですよね、うん、それでいて排ガスはエコを両立してるって嬉しいですよね、うん、そうだよね、まあ、本当に乗ってみて楽しかったっていうのが印象だったんだけれども、まあ、この新型キャンターはブルーテックを採用したということで、定期的に尿素水のアドブルーを補給する必要があります、そこでどんなものなのか実際にやってみました。まずこのタンクですね、これのキャップを開けて、アドブルーを補給するわけなんですけれども、実にこれは簡単なんですね、5リッターのこれは、まあ、入れ物なんですが、そこからぐーっと入れるだけ。そしてこの尿素水というのは化粧品の原料にも使われるものなんで、全く人体に害がないということで扱い方は非常に簡単です。
タンクの容量は12リッター、市街地走行主体であれば約1万キロ、幹線道路でも4000キロ持つということなんで、まあ、十分ですよね。でこの補給用のアドブルーは主要なガソリンスタンドやトラックステーションで販売されています。そして、まあ、通信販売でも入手可能ということなんで、そこら辺の心配も全くないよね。三菱ふそうによると、まあ、新型キャンターは燃費が良くなっているそうなので、うん、まあ、アドブルーのコストを入れたとしても前のモデルよりもランニングコストは1割程度安くなると言われているんですね。なるほど、まあ、そこら辺も非常にありがたい話ですよね。この後はキャンターの開発担当者の方にお話を伺っています。一旦 CM です。今日は三菱ふそうのテストコースに来ているわけなんですけれども、まずは新型キャンターについて倉井さんにちょっとお話を伺いたいんですけれども、倉井さん、新型キャンター、まあ、三菱ふそうというのはこんなにいろんな車をお持ちなんですけれども、その中でキャンターの、役どころ役割というところからまずはお話聞かせていただけますか。 For 三菱ふそう the Canter is the highest volume selling truckAnd it's also our global vehicle, so this is a key role for Mitsubishi Fuso.、うん、ということは小型トラックの開発という点においては、その三菱のFuso あるいはまあこの日本の、開発拠点というのが、ダイムラーグループの中心的な存在ということですね。 Yes, we are in the lead for developing all light-duty trucks of Daimler globally.、うん、最新モデルであるキャンター、この具体的な特徴というのは中込さんどんなところにありますか。そうですね、あの我々この車を開発するにあたりまして、まあ、3つ大きな柱を設けました、うん、まあ、1つは環境、1つは経済、それからもう1つは安全プラスアルファということですね。でやはりこの環境に対して、クリーンな排ガスを実現させるというのがまあ一番大きな問題になりまして、うん、プラスその経済性の点で、燃費も犠牲にしてはならないと、うん、これを2つを高次元でバランスさせる技術として、新しい 4P10 というエンジンと、それからブルーテックという排ガスの後処理装置と、これを投入いたしました、うんうん。日本のポスト新潮期、これは世界で最も厳しい排気ガス規制だと思うんですけれども、それをクリアされている、クリアするだけじゃなくてさらにそのもっとクリーンにしているそうですね。はい、 PM とですね、ノックス、スストノックスを規制値よりも 30% ずつ削減をしていると、そこまで達成しております。ブルーテック、排気ガスがきれいになるだけじゃなくて他にも何かメリットがあると聞いたんですけれども。そこが燃費、経済性ですね、うん、エンジンを燃費のいいところで回してあげるとどうしてもノックスが多めに出てしまうと。ただその出てしまったノックスはその尿素を加えることで、窒素と水という無害なものに、して大気中に放出できると。根本的にエンジンを一番燃費のいいところで制御してあげることができるものですから、そういう点でこのシステムを使ったという一番大きなメリットになります。いや、ディーゼルエンジンのイメージってこう低回転を使いながらこう上手にトルクを発揮してくるという特性までは理解してたんですが、実際に乗ってみたらこう回転の伸び感があったりですとか、あとトランスミッション、非常に制御が緻密で良かったですよね。我々としてはやはり普通に運転できるトラック、それを目指したということですね、うん、乗用車からトラックにずっと乗り換えた時にでも車体の大きさだけはまあ違いますけれども、それを除いて全く普通に運転できる、その差をなくすことで、まあ、運転に集中できるゆとりも生まれる、うん、それが将来最終的にはその安全につながるということですね、うん、ですからそこを目指してこのデュオニックというものは開発いたしました、うん。車って走る、曲がる、止まるっていう3大要素があるじゃないですか、はい、それに加えてやっぱりその運ぶ、この運ぶっていうのもトラックにとって大事なんだというお話なんですけれども、はい、これは働く自動車であるがゆえの使命ということで、まあ、お客様にとっても荷物が時間通り所定の場所に届かない、これほど大きな問題はないわけですね、うん、まあ、そういった点でデュオニックのこのスムースな走り、これによってそういうダメージを加えなくて済む。またドライバーの方も運転に余裕が持てますから、まあ、安全に運べると同時に、まあ、実際小型トラックのクラスになりますと運転手さんが荷物を直接お客様にお渡しする、うん、そういう時もやはり余裕を持って安全運転してきて
余裕を持った笑顔でお客様に接していただける、うん、まあそういうところも我々のこのキャンターのデュオニックのメリットだと考えております、うん、Now the expectation for our truck is first of all that of course it's very successful in Japan and contribute here to saving the environment but also as this is the global model、for Daimler trucks we will roll this out over time worldwide and、I hope to see it in every country in the world、うん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。VTR で中込さんがおっしゃっていたように、うんまあ、お客様に気持ちをつなぐトラックだからこそやはり扱いやすさや車の動き自体のスムーズさが求められるんですね、うんうん、またあの生活に一番身近なトラックとして、まあ、丁寧な作り込みやドライビングフィールの熟成っていうのがしっかり図られているっていうこと分かりました、ねうん、とっても大切なことだよね、はいそしてキャンターと同じくブルーテックを採用している大型のモデルにも試乗してきました。ここでもいろんな発見がありましたよ。こちらがスーパーグレート大型トラックですね。ダイムラーグループと共同開発したエンジン、実に 12.8 リッターという排気量、直六ターボなんですけれども、それに12段の機械式 AT を組み合わせているわけです。まあこれ乗ってみると長距離トラックですからね、本当に快適性高いし見晴らしがいい、加えて追突防止ブレーキや ESP といった高い安全性も備えている。まあ、僕はこれに乗ってみて本当にこれだったら東京大阪一気に走り切れるなって自信が湧いたよね。はい、そしてこちらが大型観光バスのエアロクイーンです。洗練された心地よい空間を追求したモデルなんですけれども、実際に乗ってみるとこれは高級車以上かもしれない静粛性、そして乗り心地、これには驚いたな。ともちゃんどうでした、これは。五郎さん、ずいぶんゆったり運転されていて、いや本当にドライバーさんも快適なんですよね、これきっと。これ最高に快適でした。そしてこちら、大型路線バスのエアロスターですね。これ普段我々が出かける時なんかにねよくお世話になるタイプのバスなんですが、特徴としては6速のトルコン AT を国産の大型バスでは、まあ画期的なことなんだけれどね、標準装備してきたということなんですね。このボタンで AT 操作するんですが、これ実際に乗ってみると例えば走り出しとか変速ショック、そのなんていうのかな、すっごくスムースなんですよ。だから運転しているドライバーもちろんそうなんだけど、立って乗ってる人、その人たちの快適性にも大きく貢献する新車だと思いました。まあ、こうしてね大型トラック、普段はなかなか乗れないんだけどテストコースだから今回乗れたんだけれども、こういう車たちって僕らが想像している以上にどんどん進化してるね。そうですよね、うん、エコ一辺倒だけではなくて三菱ふそうさんでは安全装備にもリードしている部分がありますので、うん、そのあたりも注目ですよね。はい、そして最後にブルーテックを中心とした三菱ふそうの環境技術についてもお話を伺ってみました。こういったトラックって実際その配送に使われたりですとか、いろんな要素の要件が求められると思うんですね。注意されたポイントというのはあるんでしょうか。そうですね、やはり今環境に優しいトラックというのが求められていると思うんですけれども、単に排ガス規制対策をするということだけではなくてですね、そのトータルとして、排ガス規制対策をしながらも経済性が向上し、お客様にとって使いやすい車にするという、そのトータルのバランスを取るというところがやはり一番求められているところじゃないかなというふうに思いますし、それをやはり達成したというような思いを持っております。今後三菱ふそうさんとしては環境技術の展開という意味ではどのような方向に進んでいかれるんでしょうか。はい、このブルーテック、燃費と排ガスを両立させるという意味では世界で一番進んだ技術だと思っております。でこれを進めるとともにですね、やはり近い将来小型トラックに限らず中大型トラックもハイブリッド技術のようなものを使ってさらにこの地球に貢献できるような時代が来ることを願っております。うん、まあ、そういう意味ではその三菱ふそうがダイムラーグループ全体のそのハイブリッド開発の要となっているわけですからね。はい、うん、グローバルハイブリッドセンターと我々呼んでおりますけれども、うん、ダイムラーグループの中でハイブリッドのコア技術はふそうが開発していくということで、うん、やっております。うん、まあ、日本発の、ね、技術がどんどんそこ世界に広がっていくというのは我々日本人にとってもすごく嬉しい話だよね。そうですよね。うん、
さてここからは日本の車をみんなで盛り上げる企画、その詳細をいよいよ発表します。番組では2010年に紹介した新型車の中から最も乗りたい車、楽しい車を視聴者の皆さんからの投票で選ぶエンジンフォーザライフアワード2010を行います。車離れが言われる今だからこそ、本当にね、みんなで視聴者の皆さんと一緒になってこの車盛り上げていきたいという思いで我々このアワードを作ってみたわけです。さてアワードの投票についてですが、投票は TVK 車で行こうの特設ホームページから行います。2010年に番組で紹介した国産輸入の新型車53台の中から最も乗りたい、楽しいと思う車を1台クリックしてください。その際その車を選んだ理由も一言お願いします。なお投票は1人1回までとさせていただきます。詳しい方法は TVK 車で行こうの特設ホームページをご覧ください。そして気になる結果の発表なんですけれども、これについては後日番組の中で紹介します。得票の一番多かった車には2010年のアワードとして僕と藤友が視聴者を代表して、ね、表彰することになっています。またアワードに選ばれた車に投票していただいた方の中から抽選で10名様に車で行こう特製キーホルダーをプレゼントします。果たしてどの車が一等賞になるのか楽しみだね。そうですよね、皆さんご応募お願いします。ここで番組からのプレゼントです。ご覧の自動車専門誌10誌の中からご希望の本を抽選で100名様に無料でお送りします。そして今回は番組でご紹介した三菱ふそうキャンターのミニカーを10名様にプレゼントします。お申し込みの方法は郵便はがきにご希望の商品名、住所、氏名、電話番号、番組に関するご意見ご要望を書いてご覧の宛先までお送りください。またインターネットでも受け付けています。 TVK ホームページまでアクセスしてください。今回は三菱ふそうの最新モデルを見てきたわけなんですけれども、この新型キャンター乗る前一体どんな車なのかなと、というのもこのクラスのトラックだったら、例えば友達が引っ越しをする、その手伝いのためにレンタカーを借りて運転する可能性我々十分あるじゃない、はい、でどんな感じなのかなと思って乗ったら意外にもうびっくりするぐらい運転しやすくて、なおかつ乗ってみて気持ちのいい車だったよね。いや本当ですよね、うん、仕事の車として使うならやはりドライバーさんも長時間乗るでしょうし、うん、なおかつ最近って通信販売で商品買われる方とか多いじゃないですか、うん、でまたそのプレゼントとしてケーキだったり、あと時計だったり、あとお花だったり、あそうだね、まあ、ねそういったものが丁寧に運ばれてくることを考えると、うん、いや本当にユーザー側からしても嬉しいですよね、うん、でね以前のキャンターって本当にその販売台数のほとんどがマニュアルトランスミッション MT 車だったんだって。そういう意味でもなかなかね敷居が高い車だったと思うんだけれども、今回の6速 DCT 2ペダル化によって運転のしやすさというのは、ね、格段に向上した。それでなおかつその燃費も良くなって、そして排ガスもクリーンになったということで、まあこれは商品力としては相当上がったなと。でともちゃん言うように大切なものをねそのまま大切に運ぶ、で笑顔で運ぶ、そして運転している人もすごく気持ちよく快適に乗れるっていうのはすごく大事なことだと思うんだよね。本当そうですよね、うん、でまあ、もちろんね大型トラック大型バスなんかも含めて本当に三菱ふそうの高い技術力というものを実感した一日でありました。次回はですね日産の最上級ハイブリッド日産フーガハイブリッドを紹介します。ではまた来週。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。